はいどうも、相馬です。今日から新しく、鉄拳7、やっていきたいと思います。鉄拳はね、もう初代からやってるから、そんなに、まあそれ上手い人と比べたらあれやけど、そんなに下手ではないと思う。行きましょう。それはもちろん上級者向けでしょう。三島サーガ、三島の物語。プロローグ、運命の態度。数年前、5歳になった息子から初めて手紙をもらったことを覚えている。そこには拙い字で、I love you と書かれていた。私は嬉しさに涙した。当時は世界中が無償の愛で溢れていると信じてやまなかった。私は何年もの間、ある親子について取材し、彼らの歴史を追い続けている。その息子が初めて父親宛に書いたという手紙を入手した。そこにはこう書かれていた。親父、いつの日か貴様を殺してやる。カズヤやな、今のカズヤやな。数十年前。おー。ワンだっけ、ツーだっけ、これ。貴様のせいで、母さんは。お、マジ？これなんか来るよな、絶対。かー。アシストボタンを押しながら、パンチまたはキックボタンを押すことで、4種類のおすすめ技が簡単に使えます。いらない、いらない。え？使ったことないんだよなぁ。ミニカズヤ。ガードできないの今の。攪拌じゃなかろうって。いろんな技が制限されとるな。10連コンボじゃん。おいおい。これ落とすんだよな、確か。ああ、だよな。カズヤを落とすっていう選択が出たよ。俺これストーリーやってないな。初見だな、これ。落とさねえよ。落とさない、落とさない。これ落とさないともう始まらないみたいな感じ？落とすか。お、トロフィー取ったってことはやっぱ俺やってないんだわ。これ神社ね。風間神が三島財閥を率いて起こした戦争。
それは人類を救うためというおおよそ戦争行為とは矛盾する目的をはらんでいた。戦争により世界は恐怖と憎悪に包まれ、世界中に負の思念が溢れた。負の思念はジンの思惑通り。アザゼルじゃん。懐かしい。人類の脅威として地下深くに封印されていた古代の化け物、アザゼルを復活させた。そのアザゼルをジン自らが葬ることで世界は救われた。果たして本当にそうなのだろうか。彼が引き起こした戦争は、三島財閥と G 社という世界的大企業同士の戦いへと変貌し、今なお世界は混沌に包まれている。古いのも映像で出るな。面白いな。この戦いの勝者が世界の覇権を握るのは間違いない。だが、戦争を起こした党の本人は、中東で消息を絶ち、現在も行方不明。情勢は日に日に G 社優位へと傾き始めていた。エリア E2031 にて救難信号を受信。国連軍のヘリからと思われます。我々が数日前まで当初を捜索していたエリアの近くです。周辺地域の監視を強化しなさい。国連軍の動きから目を離すな。久しぶりよの。おお、平八。陣を失った財閥が混乱する様子が手に取るようにわかるわい。声優変わったんだよな。前の方が好きだったな、俺。もし、この世に悪魔がいるとしたら、それは何なのか。私には未だ答えのわからない問いだ。あの日、私は戦地にいた。報道記者として戦地の惨状を世界に知らしめるためだ。私がその知らせを受け取ったのは、仕事を終え、バラックに帰った時だった。信じられなかった。まさか、私の町にまで戦火が及ぶとは。急いで帰国した私は目を疑った。普段車すら稀にしか見ない街の道路には、まるで鉄の壁のように戦車や装甲車がひしめき合っていた。あたりには轟音がとどろき、昼だというのに塵と煙に覆われ光もささない。木、土、空気。それらの焦げる匂いは、そこにあるすべてが焼き尽くされたことをなんとか、私の知る景色はもうそこにはなかった。道端で遊ぶ親子の姿も、毎日来る配達員の姿も、そして私の最も愛する者たちの姿も、私のすべてが終わった日、そしてすべてが始まった日、孤独と絶望の中、私はその胸に憎しみだけを積もらせていた。遺跡周辺はすべて捜索しましたが、生体反応はなし。やはり当主はもう。G 社の攻撃も激化しております。当主が不在の今、いち早く体制を整えねば。おお、平八が乗り込むんだっけ。何者だ。飛ぶ。あ、すぐ乗るんか。何をしている。さっさと捕まえなさい。
ジで？そこで爆発するやろ普通。世話が焼ける。少々物足りんの。まあ平八さん強いもんね。お。ほう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 。え？普通に倒せばいいんだろ？ダメだ、格ゲーやってたら無言になっちゃう。ダメだダメだ。お、ダメだダメだ、本当に無言になっちゃう。待って待って、喋ろうとしたらコマンドが止まる。ちょっと待って、待って待って待って。しゃべろう。ね。もっとちゃんとしゃべろう。相手は弱いからな。うん。オッケー。あ。もういいや。今の気合いダメしたらカウンターになるんじゃねえの？何もしてこねえ相手って難しいな。ゲーしてたら喋れなくなっちゃう、どうしよう。コマンドに夢中でちょっと喋れなくなっちゃった今。それじゃあ今日は対人戦を3戦ぐらいやってからやめようかな。まあね、もうやったことないのかな。ゲーセンとかではあるけど、このオンラインはあんまり経験がないから。まあ、一番最初は一番自信がある陣にしようかな。うん。陣にしよう。カスタム4。これで、いこうかな。勝てるかな？ちょっと不安やけどね。緊張するわ。今手汗がすごいことなってるわ。あ、練習か。うわぁ、これ。おう、こうな。おう、こう、これをメイン。これが、あれがメインやな。オッケーオッケー。こっちあんま使わんけどな。おう、69。ええやん。おっしゃ、いけるか？もう回線切断とかされるのが一番ちょっと虚しいよな。リーリー、あー、リーリー178勝2段。うん、どれもエーラー。あー、でも勝って負けてを繰り返してんのか。フィールドは壁があるところか。壁抜けがあるんかな。床抜けはないんかな。あー、緊張するな。ラグくないことを祈りたいな。はい。
よっしゃ。うわ、剣闘機宿してる。こい、いや、こいつ、うまそうじゃな。ほい。よし。いい感じ、いい感じ。これは。あ、ショット。よく、これらショット。これらショット。オッケー。各班。この調子でいきたい。攻めてくるから、あー、来るからと思ったら、向こうの方が早かったね。2回目は同じ手は食らってくれないな。オッケー。うまい。うまい。また来る？また来るか？来るなら来い。下。くそ。あーっと、ダメだ。あー、ダメだな。行こう。あ、ちょっと残った。おー、これは見切ってる。大丈夫、大丈夫。各班、各班。オッケー。残り4秒だったな。あっと、これはダメです。下。オッケー。欲張らずに行こうね。相手もガードが硬いね。ここ、よし。下来るって分かってたのにな。行っちゃうんだよな。もう下来るって分かってんのにな。下来るって分かってんのにな。負けちゃった。オッケー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 。気を取り直してな。もっともっと変わり映えする攻撃をしていこう。ワンパターンはやめろよ。ええやん。このままこのまま。オッケー、勝った。オッケー、ありがとうございました。オッケーオッケー、よかった。記念すべき第1回、なんとか勝ちましたね。めっちゃ緊張したわ。駆け引き難しいよね。もっと、これとか使っていきたいな。こういうのね。見つかった。早い。ポール。攪拌しっかりって書いてるな。お、二章。最近始めたばっかの人かな？いやー、でもわかんねえぞ。お、昇格試合じゃん。ポールはね、もう、威力がでかいから、なんといっても。あかん。おい。オッケー。オッケー。オッケー。最初殴ってきた？殴ってきたな。さあ次はあれでいくか。あー、2発目知ってました。すいません。おー、今本拳。オッケー。
オッケー。殴ってきたよな。あら、あらららら、10連コンボは無理でした。ホールはね、昔使ってたからね、ちょっとのコマンドだったらわかる。攪拌狙っていきたいな。なんか止まってる相手、大丈夫？ん？ん？どういうこと？あ、判定勝ち狙ってたのか、こいつ。クソ、してやられたな。もう容赦せず行こう。オッケー。あかん。本拳連打せんから、まあよしとするか。あかん。うん。オッケー。オッケー、オッケー。さあ、このまんま勝ち越したいな。ディリー、でもさっきの人とは違う人か。ディリーも昔はちょろっと使ってたからわかるはず。危ないっていうのはわかるはず。よっしゃ。お、2勝どうずつ、あれか、お互い2勝してんのか。硬そうやな。おっと、カウンター。おいおい、まさかのパーフェクトじゃない。うん、あか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 ん。ちゃんと、ちゃんとな。これは言ったでしょ。言った、レジャーズで勝った。危なかったけどな、今。だいぶ。危ない危ない。うん、来る来ると思ってこんっていうのが強い。うん、うまいね、うまい。普通にお上手。さあ、こっからが勝負です。負けた。クソ、強いぞ、普通に強いぞ相手は。近寄らせてくれないな。うん、うわ、もう見切られたか。早いな、見切るのが早い。うん、うん、まずいまずい、やめてやめてやめてほしい、やめてほしい。うわー、やばいな、2本取られたぞ。勝負はこっからや。
オッケー。うん、うわ、やばいぞやばいぞやばいぞ、これはやばいぞ。あーっと、これはもう完敗ですね。あと一発なんか入れば。あー、負けました。最後負けちゃったな。はい、ありがとうございました。まあね、最後負けましたけども、まあこんな感じでやっていきたいと思います。悔しいな、最後負けたの。それではここまでご視聴してくださった皆様ありがとうございました。それではまた次回もよろしくお願いします。ほなね。